シカというと、歯を白くする、見た目をきれいにするというイメージが非常に強いかと思います、しかし見た目をきれいにするということだけにとらわれて、むやみに歯を削ってかぶせたり、機能面を無視して、見た目だけのセラミックを入れるということは、かえって歯の寿命を縮めることになりかねません、長持ちさせないと、やはり意味がありませんので、上村歯科では、審美治療を行うにあたって、見た目の改善と同時に、機能の調和、機能の向上、ということも、重視しており慎重に、審査診断を行います。安易に削るだけではなく、ホワイトニングや矯正などのように削らなくても見た目を改善できるという、こともたくさんあります。セラミック治療においては、当院ではセレックと呼ばれる、最新設備を用意しております、これは従来のような、不快な型取りをすることなく、削った歯を、専用のカメラで、撮影するだけで、その患者様に合った、セラミックの詰め物やかぶせ物が、機械が削ってくれることで出来上がるという、ものです。これにより、セラミック治療が従来より、楽に安価でできるようになりました。セラミックは歯と一体化してかぶせたり詰めたりすることができますので、一度削られた歯を修復するという意味では非常に優れた材料であると思われます。従来の金属はどうしても歯と金属の境目から虫歯になりがちですが、セラミックはそのリスクを最小に抑えることができるかと思います。見た目も機能も改善して笑顔に。